FTEVFTEV は、トヨタ自動車が発表した小型電気自動車のコンセプトカー。名称は、フューチャートヨタエレクトリックビヒクルを意味する。IQ をベースとしている。FTEV は、2009年1月に北米国際オートショーにて発表された。リチウムイオン二次電池を搭載し、航続距離は約 80km とされる。乗車定員は4人。 FTEV2 は2009年10月に第41回東京モーターショーにて公開された。100V200V の一般家庭のコンセントからも充電が可能で 200V ならば7.5時間程度で満充電となる。最高速度は時速 100km で最高高速距離は 90km を記録している。 リチウムイオン電池を床下に搭載したことで無駄なスペースがなくなり小さな外寸に似合わず室内は広い。インテリアでは最小限の要素のみでまとめられたインストゥルメントパネルやスイッチ類までに至る三角形の反復パターンが目を引くが共に見た目のみではなく機能と使い勝手を高める役割を持つ。シートのクッションには耐圧を分散するジェル素材を採用しており、 三角形のパッドは、体圧分布の適正化に効果がある。エクステリアは、未来的な印象を抱かれやすい、電気自動車のイメージではなく、あえてレトロな衣装とされている。トヨタ東京モーターショーに、小型 FR スポーツ、プラグインハイブリッド車、都市型 EV の新たなコンセプトカーを出展。ありがとうございます。